日本群馬県東郡長野原町北軽井沢北。軽井沢は、浅間山北六の一帯に位置する群馬県東郡長野原町の大技である。郵便番号377-1412。面積は50.26平方キロメートル。長野原町の西南部に位置し、浅間山の北東に広がる六里が、原の一角にある。北で、同町襲う 東で、浅間院山の北陵を隔てて、東阿ヶ津町、塚尾、南東で、高崎市倉淵町、川浦、南で、長野県北作郡軽井沢町町層、西で妻恋村蒲原と接する。なお、北軽井沢という地名は、長野原町の大技の範囲を超え、妻恋村川を含むかなり広い範囲で使用されている。浅間山の黒い火山噴出物が、主成分の土壌と、 一面に広がる唐松林を中心に秋の紅葉が美しい雑木林が混在するのが特徴的である。終戦直後に一部地域が開拓され、トウモロコシやトマト、レタス、白菜、ブルーベリーなどが特産。街中の至るところに高原野菜の直売所がある。明治初期に当初は馬の放牧場として開設され、戦後に 群馬県へと移管された浅間家畜育成牧場が早い時期に父牛を導入させたこともあって、落農も盛んに行われている。1970年代以降はリゾート地として開発され、施設が建設されている。標高1000メートルから1、400メートルに位置し、夏は冷涼、冬は国間で亜寒帯湿潤気候に属する。冬は最低気温が マイナス二十度以下になることも珍しくないが、日本海側気候でないので、積雪量は比較的少ない。南側の軽井沢町内旧軽井沢周辺にあるような独特の湿気も少ない。戦前の風正マ村現代の風正マ村大学村、組合管理事務所、北白川宮義久新能を祭る牧宮神社1882年、植産工業、布告強兵により、 洋服の需要が増えたことから、免用の供給地として、また、群馬の養育地としてこの辺り一帯が選ばれ、第二本農会の会長だった、北白川宮義久新農が、宝牧場、浅間牧場を開設したことにより、北軽井沢の開墾は始まった。明治維新で職を失った武士の救済策の一つとして、ここに旧建林藩士たちが開拓移民として入職した。 1895年の北白川の宮没後に一帯の土地が民間に払い下げられ、分割されて草軽電鉄や亀沢牧場、現在の浅間牧場などの所有になった。1909年、草軽電気鉄道の前身となる草津工業が発足。同社はスイスの登山電車のように工芸や温泉へ、避暑客、当時客を運ぶとともに貨物輸送を行って、 地域の発展を図ろうとする趣旨から創立された。1913年、軽井沢駅に隣接する新軽井沢駅から旧、軽井沢駅、北軽井沢駅を経由して、草津温泉駅に至る京弁鉄道の付設に着手し、1915年には、大勢温泉まで、1918年には、北軽井沢駅まで開業。1926年には、 草津温泉まで 55.5km に及ぶ高原鉄道が全線開通した。路線の延伸と並行して沿線地域が次々と開拓された。大正末期から昭和初期にかけて大学関係者の別荘地が次々作られたことで何もなかった北軽井沢駅周辺の環境も整備されていった。 旧立林藩主の秋元施策家が別荘を建てたことを講師として、秘書のための別荘地として売り出されるようになった。1923年、旧正第一高等学校の同窓生らの団体、和正社が草軽電気鉄道の勧めにより、会員や家族の保養のために、大層に和正村と称する共同名義による山小屋風の別荘群を建設、運営した。 和ズ村は、後の別荘地のようなレジャー用の分譲地ではなく、食事、風呂等は共同、勉強会を開くなど、自給自足的な生活を送る場であったが、避暑地北軽井沢の別荘地の歴史の始まりであった。1927年にはこの付近に広大な土地を所有していた、法政大学学長、松室いたすが、自身が所有する土地を、学者、文人、 芸術からに分譲し、政治家、財閥、家族等のエスタブリッシュメント向けではなく文化人向けの、性質な保養地、秘書地を創設することを発意。これに賛同した、野上と一郎や安倍吉成ら、夏目創世鬼門家の文化人らとともに、別荘地、厚生大学村を開いた。もともとこのあたりは、地蔵川という地名であったが、大学村の関係者が隣接する。 軽井沢の北に位置することからこの地を北軽井沢と呼び始めた。それに倣うように草軽電気鉄道の駅名も1927年に大学村の寄贈により駅舎を改築したことからその際に地蔵川駅から北軽井沢駅へと改称された。駅舎正面の欄間には大学村の海村に関わりの深い法政大学の頭文字である H が刻まれている。 1960年4月に、新軽井沢上州三原間の草軽電気鉄道が廃止された後も、北軽井沢の駅名は、草軽交通のバスターミナル名に継承され、地名として定着していった。第二次世界大戦後、農地開放が行われると、満州や蒙古からの引上げ者が、浅間山独周辺に多く入植し、農地や牧場へと開拓されていった。 1948年には開拓農協が作られ、1951年には日本初のオールカラー映画、カルメン故郷に帰るのロケ地にもなるなど、農業地として観光、保養地として人気を集めるようになった。軽井沢町内にも南原海文化村など、学者や文化人が集まる別荘地が昭和時代初期からあるが、大学村は、 軽井沢町内のような大手資本、開発業者による別荘地ではなく、創設から大学関係者が関わっていたため知識人によるある種進歩主義的な寄付を帯び、彼らが組合を作って自治を行っていた。このためその後も、岩波茂雄、田辺元、野上やよい子、谷川哲造、芥川博士、芥川康子兄弟、岸田国士、岸田京子、 父子らが別荘を構え、リゾート地として繁栄していった軽井沢町内の喧騒を離れ、ひっそりと過ごした。現代においても、大江健三郎や谷川俊太郎は、夏の間創作活動を、大学村の自身の別荘にて行っていることを、公にしており、北軽井沢大学村組合の運営にも、関与している。大学村以外においては、軽井沢町内のリゾート開発と、 同様、西部、東急など、大手資本がすでに大正時代からこの地にも目をつけ、別荘地開発を行った。戦後は、三井不動産が大規模開発を手掛けている。長野原町の成立後は、道町大技地蔵川、または大技地蔵道、大技大荘大原などとなったが、北軽井沢という名称が、旧北軽井沢駅舎付近を中心に、鬼押し支援のある、 つまごい村東南部等も含めた総称として使われてきた経緯やバブル期にリゾート地として売り出された背景などもあり長野原町の正式なあざなとなった当時の新聞では軽井沢町内と比較されて取り上げられたバブル期には奇襲鉄道など後発の企業も開発に参入大規模なホテルやゴルフ場などの施設が増えリゾートマンションも建設されたが 軽井沢町内と異なりバブル期以降大規模開発の波は沈静化した。リゾートとしての人気は観光地化した軽井沢町内に集中していることから、軽井沢町内に比べ旧来の非暑地、開拓地としてのひなびた雰囲気を維持している。開拓以来の農家が点在し、農場、牧場が広がっているほか、軽井沢町内では行われていないクラインガルデンもある。 大規模な商業施設はなく、未開発の原野や、未舗装道路も残されている。軽井沢町に臨接し、またその名がついていることもあり、バブル期には、軽井沢の一部として、軽井沢町内同様に、不動産価格が高騰したが、その後価格は下落しており、現在は、北側の草津温泉エリアの別荘地として、販売されている場合もある。別荘利用者の定住は多くなく、 長野原町、妻恋村とも人口は減少している。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北軽井沢バス停公共交通手段は、草軽交通のバスが軽井沢駅、草津温泉、阿賀妻線の長野原草津口駅、または羽生駅の各所と、 北軽井沢と結んでいる。草軽交通のバス路線の中でも輸送の区切りとなる要所となっている。また、北軽井沢バス停付近に北警官光タクシーの待機所あり。旧北軽井沢駅は日本初のカラー映画であるカルメン故郷に帰るのロケ地にもなっており、当時から風光明媚な地域として注目されていた少佐であろう。この地のシンボルとも言える旧北軽井沢駅舎は、 2006年9月15日に国の登録有形文化財として認可され、夏季など期間限定で無料開放されている。野外音楽ホールと宿舎を併設した施設があり、古くは東方学園が合宿所として利用していた。その後長らく放置され荒れ放題になっていたが、ホールは近年再整備が進みつつある。2005年からは毎年8月前半に、 このホールと近辺のホテルを利用して、チャールズ・ナイディックらが、クラリネットの合宿を開催し、日本、韓国などの音楽学校生やフリーの演奏家で、賑わう。毎年2月初旬には、北、軽井沢園の祭り、7月初旬に、北軽井沢マラソン、8月半ばには、北軽井沢高原祭りが、恒例行事として開催されている。北軽井沢住民センター当には、 長野原町から指定された避難所が2つある。AB 人口集計表。長野原町。2017年9月20日閲覧。AB 郵便番号。日本郵便。2017年9月18日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。群馬県東郡長野原町大和北軽井沢。 国政調査庁長、アザ等別協会データセット。2020年6月18日閲覧。AB、北軽、ナンバー2、長野原町立学校の通学区域に関する規則。長野原町。2017年9月20日閲覧。防災全般について。長野原町。2020年6月18日閲覧。ありがとうございます。